横浜 F ・マリノスが13日、横浜市内で14日に行われるルヴァン杯1次リーグ仙台戦、三沢へ向けて調整した。戦術練習では主力組の右サイドバックに今季ユースから昇格した MF 山田浩太、18、が入った。ここまでリーグ開幕から同杯含む公式戦全4試合フル出場だった DF 松原健、25、に代わっての起用だが、本来はボランチなど中盤を本職としている。待望のプロデビュー戦で人生初のサイドバック起用が濃厚となり、今日、練習に、来るまでは全然思ってなかった。でも、今の、監督の、やり方だったら、全然考えすぎなくてもいいかなと。ボランチの選手がやっても特に問題ないと思うので、うまくやれたら、と意気込んだ。昨季はユースの2種登録選手としてトップチームに帯同。昨年4月12日のルヴァン杯神戸戦に途中出場してトップチームデビューも果たした。仙台戦で先発すれば、6月21日の天皇杯2回戦 FC 大阪戦以来、約9ヶ月ぶりの先発出場となる。今月18日からの U19 日本代表インドネシア遠征メンバーにも選ばれており、久々の試合なの。試合感も戻して、いい形で代表に参加できたらいいなと思います、と気合をみなぎらせる。チームは7日のルヴァン杯 FC 東京戦には勝利したものの、リーグ戦は開幕から1分け2敗と苦しんでいる。ポステコグルー監督はあくまでチームスタイルの変更はないと強調し、正直、何も、わからない状態で勝つよりは、自分たちのスタイルを貫いて勝っていきたい。今は勝敗は見てないし、自分たちのサッカーができたかで判断しているので、と話した。それでも練習後のグラウンドでは約10分間のミーティングを行い、セットプレーの確認も入念に行った。指揮官は、明日の試合が大事だということと、自分たちのサッカーを貫くことがどれだけ大事かということを伝えました。